なが使える巨大な顕微鏡。今、宮城県仙台市、東北大学の青葉山キャンパスである施設が建設されています。出来上がるのは2023年の予定です。この巨大な装置は太陽よりも明るい光、シンクロトロン光を作り出します。シンクロトロン光を使うと目には見えないとても小さな世界を調べることができます。小さな世界を調べる道具といえば、そう、顕微鏡です。この施設はもっとずっと小さなナノの世界まで見るための巨大な顕微鏡です。世界にも巨大な顕微鏡はたくさんあります。新しい施設が続々と建てられて、シンクロトロン光もその使い方もどんどん進化しています。今日本で使えるシンクロトロン光の施設は9つあります。光を作る仕組みは同じですが、出せる光の明るさやエネルギーが違います。だから施設によって見ることが得意なものが違います。仙台の施設は生き物や食べ物のような柔らかいものや物の表面を見ることが得意。もう一つ、世界初の特徴はみんなが使えるようになるということです。皆さんが普段、不思議だな、見えたらいいなと思うことは何ですか？皆さんと同じように世界中の研究者がいろいろなものを調べに集まります。皆さんもこの巨大な顕微鏡で小さな世界を調べに来ませんか？世界初の発見や暮らしの役に立つものを作り出すことがきっとできます。一緒にナノの世界を探検しよう。